回、合計24回打たれます。太鼓が打ち終わると扉が開けられます。門が開くと英人は警護につきます。この平城宮内には天皇の住まいをはじめ国を動かす中央役所の機能が集まっていました。そのため宮城にある東西南北12の門は門番役である英人たちによって警護されていました。彼らは昼夜を問わず門番としての役目だけでなく平城宮内の巡回警護も行っていたということです。哎呀，我太苦了，我不接。
Thank you.
ちょっと待って。